1>, 1月21日、金曜日の山陽新聞ニュースです。岡山県の郷土伝統的工芸品、横の和紙を、県内で唯一生産する津山市上横野で21日、原料となる三つ股を川で洗う、川ざらしが、激しく、雪が舞う中、今年初めて行われました。岡山県重要無形文化財保持者の和紙職人、上田茂雄さん方では、 長男安政さんと安政さんの妻優子さんが朝早くから自宅前の横の川で作業し川の中で一晩寝かせたものをもみ洗いしました。岡山市は21日新型コロナウイルスワクチンの3回目接種を希望する65歳以上の高齢者らを対象とした集団接種を始めました。三月末まで三つの会場を巡回し一回目 二回目と異なるワクチンを打つ交互接種に対応するため曜日ごとに種類を変えます。初日の会場はイオンモール岡山で事前に予約していたおよそ260人が検温などを済ませてモデルナ製ワクチンを接種しました。倉敷市船尾町地区が全国有数の産地であることにちなんだ27日の船尾スイートピー記念日を前に JR 倉敷駅で21日、船尾さんのスイートピーを使ったフラワーアレンジメントの展示が始まりました。県内14の生花店がひな人形に見立てたり、アーチを作ったりと趣向を凝らした40点を改札前に並べました。展示は23日午後1時までです。続いて、天気予報です。 1>, 1月22日は、岡山県南部、北部ともに晴れでしょう。岡山県南部の最低気温はマイナス3度、最高気温は9度でしょう。岡山県北部の最低気温はマイナス4度、最高気温は7度でしょう。降水確率は、岡山県南部、午前0%、午後0%。岡山県北部、午前0%、午後0%でしょう。 ニュースの詳細は、山陽新聞、もしくは、サンデジをご覧ください。